それではスターダスト河内の皆さんです。どうぞ。皆さん、2022年ゴーヤ祭り本当に開催おめでとうございます。おめでとうございます。盛り上がってますか大阪。いやー半端ないですね。コロナ前の2019年、はい、スターダスト河内ブログを調べると、はい、年間、ダブルブッキングともあって250件以上のお祭り出ていました、はいはい。しかし去年一昨年とほぼ2桁、10件20件っていう形で、おそらくお祭りへ生きがいを感じている。しかも我々20年させていただいて、小岩祭りは18年前にも出演したことありますが、本当にお祭りに生きがいをかけている学生の皆さんにとって、ね、エネルギーが2年3年間やったらちゃうかなと思います、はい。さてね、ただコロナのおかげでつながった縁というのもございまして、改めて小岩祭り大阪最大級のよさこいの祭りということで、実行委員会の皆さんがこの小岩祭りに参加されている踊り子さんの皆さんの交流の場として、ぜひ地元の河内音頭をみんなで一緒に踊るようなレクチャーしてほしいとお声掛けいただきまして、今回スターダスト河内よさこいのチームではないんですけども、踊りチームとして参上させていただきました。皆さん、この後にはね、どんぶりタイムといいますか、エビバリ恋やっていうね、曲でね、踊るタイムございますので、ぜひね、最後皆さん一緒に盛り上がっていただければと思います。それでは、盆踊り、河内音頭、ご当地大阪のものです。簡単にレクチャーだけさせていただいて、はい、その後、踊り子の皆さんにも登場していただいて、一緒に踊りたいと思います。はい、それではもう先に踊り子の、皆様に、入ってきていただきましょうかね。それでは、踊り子の皆様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テンション上げていきましょうぜ。はい、それではね、レクチャーやっていきたいと思います、ね。はい、はい、お願いします。はい、先ほどのね、北海道大学さんの、よさこいすごいパワーだったんですけど、私たち大阪のパワーも負けてへんぜということで、頑張ってやっていきたいなと思います。それでは、簡単にレクチャーさせていただきます、今回左に回る踊りと右に回る踊り2つやらせていただきますが、ここでレクチャーさせていただくのは右回りの、曲だけやらせていただきます。ぜひね、そこで座って、見ていただいているお客様、手で一緒に踊っていただけますので、と思います。はい、手振り一緒にやっていただいてね、手拍子なんかも入れていただけたらなと思います。それでは、簡単にレクチャーさせていただきます。まず手を両手ですね、両手を上に上げます。はい、両手を上に上げて右側に手を出す。はい、これですね、右側に手を上げて、ね、鏡になってね。はい、でその次もう一回両手を下に下げまして、両手をもう一回上に上げます。はい、そして左側に今度は手を上げね、はい、でもう一回手を下ろして、もう一度手を上に上げたら右側に今度もう一回手を出します。ここまでいいですかね。はい、この後、両手を右側左側に払いまして、はい、大きく手を横に開きます。はい、そうですね。この後ひらいてちょんちょん、これも盆踊りよく見る形です。なんとちょっとじゃあそろそろ音もらいながら、はい、そうですね、行きましょうか。音をお願いします。絞りながらもう一回振り返って、はい、これ座ってても踊り踊りですので、ぜひ座りながら手を挙げて一緒に踊っていただきます。はい、お願いします。それではね、簡単にそうしてみたいと思います。じゃあ行きます。いっせーので、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いてちょんちょん、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いてちょんちょん。いいですね、さすがでございます。はい、それでは、音楽のほどよろしくお願いいたします。音楽いただけますでしょうか。音楽はですね、はい、河内音頭、やっぱりお年寄りのイメージでございますけれども、若者に音頭ということでですね、藤井寺氏はハレハレバンドさんの楽曲でございます。Oh, okay.
さあ、それでは曲がかかるかな。ちょっと待ってくださいね。はい。ちなみに今日ここに来てくれる皆さん、大阪の人。あ、大阪の人。おお、大阪多いですね。京都。あ、音来ますよ。はいはいはい。あ、ありがとうございます。ではみんな周りから。揃えてせーの、1、2、3、3ね、あって
い方に一緒に盆踊り踊っていただければと思いまして、我々いろいろ工夫しまして今の踊りが完成しております。そしてね、今日皆さんに踊っていただいているこの感じ、とてもハッピーでございます。左、右、左、揃えて、せーの、うっそ、前出してジャンプ、揃って、下がって、左、右、左、揃えて、せーの、うっそ、下がって、前出してジャンプ、戻って、下がって、左、右、左、揃えて、せーの。それでは、最後また皆さんと一緒にね、川上を踊りたいと思うので、右回りに変えていきましょうか。それではこのタイミングで、せーの、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いて、ちょんちょん、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いて、ちょんちょん、上がって右。地元の盆踊り、来年さらに復活できたらこの踊りで川町を踊れますので、ぜひね、地元のお祭りに社会人になってからも入り込んで、楽しんでいただければと思います。万博でね、川町の川ちゃんシーマルさん踊ること決定しておりますが、スターダスト川地もそこに出演決定しております。2025年のチームエキスポ一員としてスターダスト川地、シーマルさんの舞台だけでなく、全国に広がる盆踊りネタ、そしてマレーシアとかともね、交流を重ねて全世界にこの日本の文化の魅力、大阪の文化広げていきたいと思います。腹あって腹あって開いて、ちょんちょん、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いて、ちょんちょん、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いて、ちょんちょん、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いて、ちょんちょん。名残惜しいですが、あと3回踊ったら川町の試合終了になります。腹あって腹あって開いて、ちょんちょん、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いて、ちょんちょん。はい、それじゃあ最後です。上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いて、ちょんちょん。はい、皆さん、踊り子の皆さんに拍手をお願いします。ありがとうございます。縁も竹縄でございますが、はい、スターダスト川地の盆踊り終わったということは、はい、いよいよ中夜祭エンディングに向けての、どんぶりタイムって今も言い方するんですが、すみません、18年前はどんぶりタイムって言ってたと思うんですが、総踊りという、はい、総踊りというんですかね、はい、それでは、踊り子の皆様と、スターダスト川地も参加させていただきまして、はい、エリバディ今夜で締めたいと思います。